事故物件での出来事。私の実家といっても借家ですけど、2階までがテナントで、上が住居型のビルです。私の親が雇われ管理人をしています。私が小学生ぐらいの頃、このビルで奥さんに失踪された男性が子供を残して自殺してしまったことがありました。朝方、お子さんたちが、お父さんが自殺をしましたと知らせに来たそうです。自殺は夜間に行っているようなので、お子さんたちはその一部始終を見るか聞くかしていて、朝方まで耐えていたようでした。母は腰を抜かしてしまったので、父が見に行って真っ青になって戻ってくると110番をしたということを、周囲が慌ただしくなった頃に起き出した私は知りました。その後、一応形だけでもと、その部屋は神主さんを呼んでお祓いをしてもらい、次の入居者を入れることになりました。ですがそれ以来、いろいろと怖い話を聞くようになったんです。私自身の体験としては、子供の頃の記憶で少し曖昧なんですけど、学校から帰ってエレベーターに乗ろうとすると、なぜか自殺があった階に止まっていることが多い。子供ながらに怖かったので、その階に止まっている時はエレベーターには乗りませんでした。また、自宅の階を押していたはずだと思うのですが、なぜか素通りして、その階にまで行ってしまうことも。まあ、うっかり押しちゃったんだろう、くらいで、気に留めないようにしているうちに、本当に気にしないまま成長しました。私が社会人になった頃、友達が職をなくして困っていたので、親に話して仕事を紹介してもらいました。仕事自体は事務処理と電話番のような仕事で、特に問題はなかったのですけど、問題はその職場です。あの自殺のあった部屋だったんです。その会社は小規模で、現場作業が多いので、事務所といっても 1K 程度の間取りしか必要とはしておらず、事務所に一日詰めるのも事務員一人でこと足りるという会社でした。あの問題の部屋 2DK は一部屋を事務所にして、残りの部屋を 1DK として貸し出していました。ですので、友達が働くのはあの問題の部屋の一部ということになります。聞いても気持ちのいい話ではないだろうと、特に話さずに仕事を紹介したところ、順調に話が進んで採用が決まりました。1ヶ月もした頃、友達に仕事慣れたって尋ねたところ、どうも様子がおかしいんです。どうかしたのかと聞いたところ、あの事務所が怖いと。部屋のとある角に植木を置くと、与える水にも過不足はないし、日当たりも悪くないはずなのに、必ず枯れてしまう。その角の天井に、中年のおじさんの顔が浮かんでいて、じっと見ていることがある。そう言うんです。霊感があるとは聞いていたけど、それまでは荒唐無稽な話が多かったので、あんまり信じてはいなかったんですけど、ゾッとしました。それからすぐに友人は退職してしまい、事務所も転居して、私とは関係がなくなったので、その部屋のことは最近まですっかり忘れていました。7月のことです。
夜間に親から電話があり、怖い話を聞いたと。親の話では、8月に転居が決まっている女性2人で、同居していた方が挨拶に見えられ、こんなことを言い出したと。管理人さん、あの階では何かがあったんですか？どうしてですか？別に何もありませんけど。信じてもらえないかもしれませんけど、私たち少し見えるんです。私たちの部屋3階でしょ？夜に仕事から戻って3階を押すのに、あの階まで行っちゃうことが頻繁にあったんです。この間、あの階でエレベーターの扉が開いたとき、顔ははっきりしないけど、中年の男性がドアの前に立っていたことがあるんです。怖くて閉じるボタンを押しても、扉が閉じなくて。それでやっと閉じて3階に降りて、部屋に戻って扉に鍵をかけたら、ドアのベルが鳴ったんです。もちろん怖くて、そのまま無視していたら、ドアノブをガチャガチャされて、というお話でした。そして、不幽霊とかではないようなんです。あの階にずっといるみたい。管理人さん、あの階はお祓いした方がいいですよ。と、別に何もないですよ、を繰り返す親に言い残していったそうです。管理人という立場上、何があったとは言えなかったけど、怖くなったから私に電話をしたようでした。だって、あの自殺から優に20年以上経っているんです。結構都心部で、入居者の入れ替わりも激しいので、自殺のことを知っている人なんか、うちの家族以外もういないんです。ましてや、性別とか年齢とか。普段から心霊、オカルトを全く信じておらず、怖がることなんて皆無だった親が珍しく怖がっていて、私まで怖くなりました。なお、その部屋今どうなってるの？と尋ねると、独身の中学校の教員が一人で住んでいるということでした。とりあえず、もう一度きちんとお祓いをしてもらえるか、ビルの所有者に頼んでみよう、ということで落ち着きました。そして現在、その教員は失踪中です。9月ぐらいにその教員の学校から、夏休みも終わったのに登校してこない。連絡もないんだけど、在宅しているかどうか確認してほしい、と親に連絡があったそうです。母が見に行くと、電気はついている様子でしたが、人がいる気配はない。勝手に入るわけにもいかないので、保証人になっているその方の兄弟に連絡をしたところ、慌てて兄弟が見えられ、一緒に部屋に入ることに。親の印象では、その兄弟は、とうとうやったかって感じで、なんだか予想されていたようだったと。部屋は電気がつけっぱなしで、すごく散らかっていたそうです。お風呂には数センチ程度、よどんだ水が溜まっていて、流しにも埃が詰まっており、水回りはここしばらく使われていないように見えたと言っていました。結局、部屋にはおらず、その方も戻ってきたら連絡をください。私も時々様子を見に来ます、と言って帰られたそうですけど、うちの親はさすがに怖くて、昼間以外は見に行くことはできなかったようです。後日談になりますが、その失踪した教員は現在も見つかっていません。
親がその兄弟から聞いたところ、失踪の原因は担当しているクラスの非行少年が手に負えず、悩んだ末にうつ状態になったようだということです。どれも聞きかじりで、実際に見たわけではないし、失踪自体も例のせいではないのかもしれないですが、やはりお祓いはした方がいいですよね。けど失踪中とはいえ居住者がいるし、なんで今頃。見えないし感じないので、どうにもこうにも怖くてその会議は行けない。その会に止まっているエレベーターには乗れない。そんな小心者の私ですから。安アパート、一昨年まで住んでいたアパートの話。引っ越しをしようと決めて物件探しをしているとき、ちょっとした縁で安くできるからと、そのアパートを不動産会社から紹介された。部屋は 1K、 ロフト付き、日当たりも良し、大きめの収納もあって交通の便も良く、ほとんど文句がない物件だったので、ちょっと奮発してそこに速攻で決めた。で、当時猫を1匹飼ってた。前に住んでいた部屋はペット OK のボロアパートだった。だがそのことの許可をもらうのを忘れてしまい、まあ後でうまく話せばいいかってなぐらいの気持ちで猫も連れてきた。トイレとか泣き癖は完全にしつけてあるという安心感もあったし、アパートの住人たちへの挨拶も済ませて、近所のスーパーとかを見て回って、引っ越し当日は終了。荷物もまだ整理していない部屋で寝ようとしたとき、猫の異変に気がついた。玄関のドアの方を見て、微動だにせず、ずっと低い声でうなっていた。普段はそんなことしないのに。その時は野良猫でもいるのかなとしか思わなかったので、そのうち慣れるだろうそう思って早々に寝てしまった。だが次の日も、またその次の日も、毎日毎日夕方頃になるとその行動をするようになって、これはおかしいぞと思い、うなり続けている猫の近くに行った。すると、なんか玄関の外で人の気配がする。お化けとかそういう雰囲気ではなくて、明らかに人間の気配。思い切ってドアを開けようと思ったけど、怖くてできない。というか、そんな根性を元から持ってない。結局、物音を立てないように、猫を抱えて部屋に戻り、襖を閉めて寝ることしかできなかった。それでも猫は、襖越しに玄関の方を見て唸っていたけど。結局、そんな日が毎日続いたため、満足に寝ることもできず、3ヶ月で部屋を引き払うことにした。体重も10キロ落ちて、医者にも相当ストレスが溜まっているねって言われたので、元のアパートに出戻りする形になった。で、またアパートの住人に挨拶をしていくことにしたんだけど、こっちが短い間でしたけど、お世話になりました、と挨拶をすると、決まって全員、猫の話をするんだ。
このアパート、猫とか禁止でしょ？なんで飼ってるの？大家さんの許可、ちゃんともらわないとダメだよ。大家さん、猫のことで怒ってるわよ。とか、一度も部屋から出していないのに。虚勢もしてあるから、大声で泣いたことも、一度もなかったのに。で、最後の一人に、さりげなく聞いてみた。なんで、猫飼ってたのを知ってるんですか？って。そうしたら、アパートのみんなで、交代で見張っていたから、と言われた。どうやら、毎日毎日交代で、なんとそれも、それは大家の指示らしかった。俺が帰ると、すぐにその日の当番が、ドアの前でずっと見張りをしていたそうだ。ドアポストからの監視もしていたらしく、それで猫を見つけられたみたいだった。猫のことで許可ももらわずに飼っていた俺が確かに悪いんだけど、それならそうと一言言ってくれればいいのに、そう反論したら、大家さんの指示だから、という。その後の話を聞いてみたら、どうも郵便物も大家さんの指示でチェックをされていたらしい。さすがに封筒を破ってまではしなかったらしいけど、誰から来た郵便というのは逐一チェックをしていたそうだ。それを聞いて、もう一日とここにはいたくないと思い、一週間後だった引っ越しを予定日を無理やり繰り上げて、翌日に引っ越しをした。今ではもう笑い話でしかないんだけど、当時は本当にシャレにならないくらいに怖かった。なんで大家さんがチェックしていたのか。不動産屋がどういう縁で安くできたのかは分からずじまい。というか、怖くて調べたくもなかった。今では何事もなく、ストーキングされることもなく、平穏無事な毎日。やっぱり値段とかに見合わない。お得なアパートって危険ですよ。アパートでの会議。先週経験して今まで実家に避難していたんですけど、今日自宅に戻ってきたので書きます。土曜日の夜2時頃でした。シャレコアのまとめを思わず2時間以上読んでしまい、さすがにシャワー浴びて寝ようとしていました。浴室に入った瞬間からちょっと嫌な感覚はあったんですけど、怖い話をたくさん読んだせいだと思って、無視して顔を洗って、頭を洗い、体を洗って、タオルで体を拭いていたら、やはり嫌な感覚がします。しかも、さっきよりも明らかに嫌な感覚は近づいていて、視線すら感じるようになっていました。さすがに怖くなった私は、急いで体を拭いて、脱衣所に戻ろうとしたのですが、その時、排水口から変な音がしていることに気がついたんです。か、かりり、かり、か、こ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 、と、まるで排水パイプを尖った硬いものか、刃物ででも引っかいて、削り取ってでもいるような音が、だんだんと大きくなってきます。ネズミだろうと自分を納得させはしたものの、怖い、
気持ち悪いには違いがありません。急いで脱衣所に戻り、すりガラスのドアを後ろ手で閉めました。振り返って浴室の電気を消した瞬間、ガリリリリリ、ゴボッというひときわ大きい音がして、思わず一歩後ずさると、今度はすりガラスのドアに、ビタ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 と何かがぶつかってきました。膝下くらいの位置に、黒ともグレーとも形容できない色の小さな手形が10個以上ついているのを見て、これは絶対にやばいと思った私は、慌てて一度は洗濯機に突っ込んだワンピースをつかみ、かぶりながら家を飛び出し、鍵をかけました。鍵をかけるときに、浴室のすりガラスを爪で引っかくような音が聞こえていたような、そんな気がします。髪はびしょ濡れ、真っ裸の上に薄いワンピース一枚では、人通りの多い場所に出るわけにもいかず、かといって人のいないところも怖いので、コンビニの駐車場の端っこから携帯で親に電話して迎えに来てもらいました。携帯と財布の入ったバッグは持ってきていましたし、家の戸締まりもしたし、服装と家の電気をつけっぱなしだった以外は結構冷静に行動できていたと思います。父親が、俺が確認してきてやると言ってくれたんですけど、絶対にやばいから、絶対ダメと止めて実家に行きました。普段であれば、私の制止なんか無視して、自分の思った通りのことをする父親も、私の真剣な表情、話し方と異様な格好を見て、信用してくれたようでした。次の日はちょうど日曜でしたので、父親は兄を電話で呼び出して、私の家を確認に行ってくれました。兄はビデオカメラを片手に笑いながら、心霊ビデオ撮ってきてやるよと言っていましたけど、父は真剣で、昼間なら大丈夫だろうけど、念のためにお前を呼んだんだぞと兄に言っていました。2時間ほどして帰ってきた兄は、出かける前とは別人のように真剣な顔になっていて、お前、あの部屋何がいたんだ？何かいたことは確かだけど、と言っていました。兄の話によると、浴室の排水口の蓋は外れていて、浴室のすりガラスには子供か小柄な女性サイズのどす黒い手形が無数につけられていたそうです。ただ、何かがいるという様子もなく、浴室以外には何も変わったことはなかったようでした。それから1週間、毎日仕事が終わると、兄と父が2人で部屋のチェックに行ってくれたのですが、何も起こらなかったようです。引っ越しも考えていたんですけど、この部屋の立地条件も、家賃も内装も気に入っていたので、もう何も起こらないのであれば、やはりここに住みたいと考えるようになりました。そして今日、父母と兄と私で、一晩泊まってみることになって戻ってきました。今のところは何も起きる気配はありません。お風呂も母と2人で、兄と父は1人ずつで入ったんですけど、何も起きません。あれは何だったのか謎なんですけど、
明日の夜からまたここに一人で住むことになりそうです。すいません。自分では本当に怖いんですけど、他の人が聞いたら、ここで話すほどの話ではなかったかもしれませんね。ここにもう一度住もうと思って戻ってきたんですけど、深夜になって、明日から一人でここに住むんだと実感すると、やはり怖くなってきました。この手形が何者で、どんな理由で現れて、何をするものなのか。もしわかる方、このままここに住んでも大丈夫なのか、アドバイスいただければ幸いです。格安物件の罠。当時母親が逃げて父親と暮らしていたんだけど、これがどうしようもない男で、口ばかりのダメ人間だったんだ。親子揃っての居候生活から抜け出そうということで、坂道の半ばにある木造の古いアパートに下見に行った。今思えば、何でも自分勝手に決める父親が、当時高校生だった俺を物件の下見に連れて行くなんて変だった気がする。その部屋は入った途端に線香臭かった。その匂いだけで怪しいと思いながら奥に入っていくと、部屋のど真ん中で線香を焚いていた。その上を見上げると、天井に大きな穴と、その真ん中を通る梁が見えた。梁をよく見ると、荷造りに使うようなビニール紐のカスがいくつか垂れたままになっていた。もうこれだけで、ビニール紐で釣ったものが想像ついたんだけど、あえて案内をした不動産業者に聞いたら、前の住人さんがインテリアかなんかぶら下げてたみたいなんですけど、跡が残っちゃったみたいですね。だと。どう見ても前の住人さん自身がインテリアになっていたように見えるけど、こんな部屋なのに結局は住むことに。きっと格安だったんだろうと思う。住み始めてから夕暮れの薄暗い時間になると、時々その部屋にある窓の外で頬がこけて目の下にクマがある薄気味悪い印象の男が通り過ぎたり、窓からこっちを見てくるようになった。ちなみにこの窓、アパートの裏手に面していて、そこはアパートを囲うコンクリ塀際のどこにもつながっていない、人がギリギリ通れる程度の隙間。一度様子を見に通ってみたら、大きな石がたくさん転がっていて、好んで通りたいと思うような場所ではなかった。そんなものも気にせず、住み続けていたある日、その部屋に後輩たちを集めることになった。理由は、いわくつき物件での肝試し。肝試しだから、当然のようにみんな夜中まで居座る予定だった。ところが、夜が更けてきた頃に、部屋の真ん中でふわりふわりと空気が揺れた。その揺れは、まるで何か吊り下げたものが揺れているようでもあった。その中の一人が、空気の揺れの中心をちらりと見てから、俺に耳打ちをしてこう言った。あそこにぶら下がってるよ。こっちは言われなくても分かっていたので、あんまりじろじろ見ずに知らないふりをしとけ、
とだけ返した。その後は一番怖がっていた奴がそっちを見て、すぐに怯えるように帰っただけだった。ちなみにこいつは、それ以来このアパートには一度も来たことがない。その後も寝ている時にふと目を覚ますと、天井の穴が開いていたあたりから、きしむようにギシギシと聞こえた。結局はいろいろとあって、この部屋には一年ほどしか住んでいない。ちなみにこのアパート、現在は取り壊されて、ちょっと小綺麗な感じのアパートに建て替えられている。あれは建て替えたところでどうにかなるものでもないと思う。とりあえず格安物件を探して住むほどの貧乏な状態にはならない方がいい。心霊絡みかはともかく、絶対に曰く付き物件であることは間違いがないんだ。手に負えない物件。私が地元の不動産会社に就職してすぐのこと。今まで大家さんが自己管理をしていた物件をうちで管理してほしいという申し出があった。当時築約10年、2階建ての軽量鉄骨アパート 2DK の8世帯で駐車場付き、家賃の 10% で家賃や管理費の回収、共有部分の掃除と苦情受付など、物件を把握するために新人の私が設計図を持って空き室の確認に行ったところ、そのアパートの敷地に入った途端、なぜか視界がセピア色にボケてきて鳥肌が。気にせず部屋に入ろうと鍵を開けると、明らかに何かが変。普段空き室の場合は言わないんだけど、お邪魔しますと言って入って、図面にコンセントの位置や天袋の有無などを書き込んでいると、シャープペンもボールペンもなぜか書けなくなってしまった。もう無理だと思って振り返ると、膝を抱えて座ったような黒い影が下を向いて部屋の隅に。お邪魔しましたと慌てて部屋から出た。気のせい気のせいとつぶやきながら走ってアパートの敷地から出ると、ふわっと周りが明るくなった。昔から霊感は強い方だと思うけど、普段は気にしないでいた。でも今回のは明らかに変。会社に帰って、少し変だったんですけど、と言うと、最初は気のせいだと言っていた専務がしぶしぶ、実は、と教えてくれた。その部屋の前の住人は、50代の男性一人暮らし。検視結果は自然死らしいんだけど、死後2週間以上で発見されて空き室になった部屋。それはともかく、その物件自体が10年間で、自然死3件に自殺2件と、行方不明が1件。それに、離婚とか夜逃げは数知れず。ただ、自殺の2件は続けて同じ部屋。告知をして、納得して済んだ人が、3ヶ月後に自殺した。大家さんは手に負えなくなってうちに頼んだらしい。このままだと家賃回収ができなくて困るから、入居前の面接もお願いしたいと。結局物件確認は男性に行ってもらって普通に管理をしているけど、私は近づかなかった。日当たりは悪いけど、
今までの件から家賃が相場の2割ほどは安く、意外と入居率は高い。普通に暮らしている人はいる。ただ夜の仕事の母子家庭が多い。その後、私が知っているのは、婚約中の男性が新居にと契約して、クリーニングも畳替えも鍵の交換も済んで、いざ引っ越しとなった時点で、婚約が破棄になったと契約解除。契約も鍵の開け渡しも済んでいるから退去扱いになって、さらに1ヶ月前通告だから、前家賃に、翌家賃に礼金が丸損。うちは儲かっていいけど、同じことがその物件で2回もあった。他に、一人暮らしの男性が刑務所に入ったり、もともと住んでいたおじいさんの自然死が1件、離婚が1件、私が勤めていた2年ちょっとの間で、これだけのことがあった。今でもそのアパートはあるけど、前を通るたび、なんだか不思議な気分。偶然なんだろうか。まあ事実だし、別に死ぬほど怖くはないんだけどさ。呪文物件。私の彼は不動産屋として働いており、その上司の体験だ。上司の優さんは仕事柄なのか霊感が強いのか、いろいろと体験しているそうだ。彼と優さんが飲んでいて話も盛り上がり、お酒も程よく回ってきた頃、優さんが彼に、よし、この近くに出るマンションがあるから行ってみるか、と言い出した。彼もユウさんが体験した数々の話を聞いているので、そっち系のマンションだということはすぐ気がついた。いやいや、マジ無理ですよ。というか、そんなマンションあるんですか？という問いに、ユウさんが体験したとあるマンションでのことを話してくれた。その日ユウさんは知り合いのオーナーから新しいマンションを購入したいということで、いろいろと物件を探していた。その中で机の上に置いていた物件資料が目に留まって、オーナーの希望に近い物件だったので連絡を取り、そのマンションを見に行くことになった。マンションの部屋を見るためにユウさんは管理会社に連絡をすると、内覧可能な部屋が1階にあるらしくて、通常は管理会社に鍵を取りに行って中を見るというのが普通らしいけど、そこの部屋に限っては鍵は開いているから好きに見て大丈夫という部屋だったそうだ。ユウさんはオーナーと落ち合って、その物件に言われた通り部屋の鍵は開いていて、玄関の扉を開けるとリビングへと通じる廊下が、そしてユウさんの目に入ったのは、そのリビングの扉の上にお札が貼ってあったということ。まあ物件によっては以前住んでいた人が剥がさずそのままにしておくということもあるらしくて、それほど気にはしなかったらしい。そしてリビングに入るとベランダが目に入った。するとそのリビングの窓の上にもお札が貼ってあったそうだ。ここにもお札が、と思って周囲を見てみると、扉という扉の上にお札が貼ってあったそうだ。なんだか気味が悪いな。
そう思いながらオーナーと二人で部屋を確認する。その部屋の間取りはというと、リビングを真ん中に、左右に一部屋ずつ部屋のある 2LDK の物件。購入前提ということで、念のためユウさんは戸の締まりが悪くないか、取り付けが悪くないか、そんな点をプロの目で見て回った。オーナーとユウさんは互いにその一部屋ずつをおのおの見て回っていた。ユウさんが見ていたその部屋に観音開きになるクローゼットがあったらしい。そのクローゼットがちょっとおかしかった。観音扉での真ん中の切れ目にこれでもかというほどにお札が貼り付けられて、まるで中に何かを封印しているかのようだ。通常の人だったら異常さを感じて手を触れないのが当たり前だと思うんだけど、ユウさんは過去いろいろと経験していることもあったりで、一瞬のためらいはあったものの、怖いというより中に何が入っているのかという好奇心の方が勝ってしまったのだ。その扉を開けると決意したら行動は早い。貼ってあるお札を剥がして、その扉の取っ手に手をかけ、ユウさんは力いっぱい引っ張った。すると、扉が開かない。何か引っかかっているのか？そう思って、一生懸命取っ手を引っ張って、クローゼットを開けようとした。しかし開かない。何度か同じように繰り返しても、そのクローゼットは開かなかったのだ。ダメか。そう思って諦めて取っ手から手を離そうとすると、中からぐいっと扉を開こうとする力が中から感じた。ユウさんはとっさに扉が開かないように、今度は取っ手に力を加えた。中から押してくる力は、押すたびに強くなっていって、ユウさん一人では抑えきれなくなって、最後にはストレッチのアキレス腱伸ばしの状態で、力いっぱい扉が開かないように踏ん張った。オーナーはというと、もう一部屋の方から、おい、そろそろ行くか、という声が聞こえた。しかし、ユウさんには答える余裕などはない。中からの力の方が強くて、少し、また少しと、ユウさんは後ろに押され、少しずつ、クローゼットの扉が開かれていった。だんだんと開かれた扉の隙間からは、黒い闇が広がりつつあった。もうダメだ、力が入らない。と、開かれたクローゼットの中をユウさんは見てしまったのだ。ぎろりとこちらを見上げる二つの目の玉を。うわ、と思って暗闇に目が慣れると、人がこちらを覗くように、そこに、人がいたらしい。ユウさん曰く、こうやって振り返って考えてみると、多分あの部屋は古い部屋をリフォームしたものだと考えられるとのこと。お札が貼られていたクローゼットは和室の押し入れをクローゼットにした感じだ。だから多分観音扉を開くと真ん中で仕切る間仕切りだけの形だったと思うんだけど、その下の方から間仕切りに手をかけてニュッと覗き込むような感じだったと思う。さすがにユウさんもそれを見てやばいと感じて、途中まで開いてしまった扉を放置して
足早にオーナーを回収し、その部屋を去ったとのこと。後日管理会社に例の部屋の話を聞こうと電話してみたところ、売りにも出していないし、見るように部屋も鍵を開けて開放なんてしていないとのこと。しかし、売りに出ていた資料を見て電話をかけたことを覚えていた優さんは、その証拠の資料を探そうと思って、スクラップファイルを開いたが、その資料を見つけることができなかったそうだ。そのマンションは今もそこにあるらしい。この話を聞いてここに来る人なら知っている人も多いはず。有名なホラー映画呪怨。それをふと思い出した。果たしてあのクローゼットに封印していたものは何だったのか。そして、ユウさんが解放してしまったあの部屋は、今どうなっているのか。気になることはたくさんあるけど、話はこれで終わりです。札幌の事故物件。30代前半のとても綺麗な女性、赤嶺さんが北海道は札幌に住んでいた頃。彼女は20代の前半、両親との関係悪化に従い、一人暮らしを余儀なくされた。金はない。選ぶ余地はなく、札幌でも安い方の2万円のワンルームを借りたという。まだ秋の前だった。赤嶺さんが引っ越しをバイト先に話すと、一人が妙なことを言った。そこのアパート危ないですよ。どういうこと？と赤嶺さんがしつこく尋ねると、同僚はしぶしぶと言った体で喋ってくれた。親から自殺があったって聞いてますよ。そこまたと赤嶺さんは鼻で笑ったが、脇にはおびただしい汗をかいていた。引っ越したアパートは4世帯しか入らない小さな建物、4分の1の確率だった。次の休み、赤嶺さんは不動産屋の元に出向いた。ここは事故物件なのかとストレートに質問をぶつけた。今から考えればそれが失策だったとわかる。一般的な社会人が20代そこそこの女性にまともに向き合うだろうか。おまけに相手は安い金額しか落とさない客である。若い不動産屋ははぐらかした。はっきりと何があったかは言わずに、何かトラブルがあったらまた来てくださいとはぐらかした。おまけに他の部屋の住人はみんな長く住んでいるという不要な情報まで得てしまった。内地の人間にはイメージしづらいだろうけど、あっちだと屋内には暖房器具のパイプが通っているの、と赤嶺さんは説明する。今はどうだかわからないけど、私の時はそうだったの。そこに、そのパイプに。不動産屋から帰った赤嶺さんは唐突に気がついた。なんで今まで気がつかなかったんだろう。部屋を通るパイプに縄がかけられていた。その縄、パイプに縛られて10センチほど垂れて、その端は途切れている。首吊りがあったことを連想させるには十分な存在感だった。
垂れている縄の先は、もともとは輪っか状になっていたのではないか。赤峰さんは想像した。でも、なぜ？この部屋で自殺があったのなら、警察が押収するんじゃないのか？もし警察が見落としていたとしても、大家さんが回収するんじゃないのだろうか。なんでこの部屋には、死と不明の縄が垂れているんだ？何のため？赤峰さんの脳裏に疑問がぐるぐる巡る。結論が見出せなかった赤峰さんは、結局一晩実家に帰ることにした。翌日、自分の部屋に戻ると、九段の縄はどこにも見当たらなかったという。ますます赤峰さんは混乱することになった。もちろん、すぐに引っ越したわ。あの部屋にいると、彼岸に連れて行かれる気がしたから。安いアパートはやめときなさいよ、と。赤峰さんは鼻の付け根にシワを寄せた。不動産の怖い話。心理的瑕疵物件というものをご存知だろうか。事件とか事故があった物件だ。不動産会社はその物件を安く貸し出しているけど、最初に借りた住民が出て行った際、二人目以降に貸し出す場合は、賃貸契約の際に表記する義務は生じないらしい。家賃が異様に安いので、僕はそのアパートを借りることにした。敷金礼金ゼロ。駅からも近くて、コンビニも近くに点在している。極めて好条件の物件だった。そして審査の結果、すぐに僕はこのアパートに住むことに決まった。引っ越しの際、荷物をまとめた段ボールを開けずに積み上げていた。僕はテレビを見ながら、ゴロゴロとスナック菓子を食べていた。スマートフォンからは好きなアイドルグループの音楽をループ再生していた。それは突然の出来事だった。アイドルグループの音楽に妙な雑音が流れ始める。そしてガタガタと段ボールが動き始めた。僕は何事かと思って立ち上がった。どうやら部屋中に地震のようなものが起きている。テレビの地震速報は何もない。ネットで調べても特に何もなかった。僕はひとまず部屋を出ることにした。近隣の住民にでも相談しようかと思ったのだ。そして僕は気づいた。部屋の外では地震が起きていないことに。そして、僕の住んでいるアパートの両隣の住民が何か異様なのだ。奇妙な念仏を唱え続けている。それも両隣とも。僕は真っ先に心霊現象を疑った。そもそもが、ここはかなり安い物件なんだ。僕はひとまず左の部屋に住んでいる住民のインターホンを鳴らした。すると中からガリガリに痩せた初老の男が現れた。あんた新人さんかい？彼は小声で話す。アパートの新人ということなのだろうか。あ、はい。今日から引っ越してきました。お世話になります。初老の男は
不気味な笑みを浮かべると、会釈をしてドアを閉めた。結局、部屋の中の地震の件は聞けずじまいだった。僕は再び自分の部屋に戻る。地震は収まっていた。ただ、右隣の部屋から奇妙な念仏が聞こえていた。何を喋っているんだろうか。お経のようにも聞こえるけど、誰かを呪っているような声にも聞こえる。僕は右隣の住民にも挨拶をしようと思った。いや、騒音の苦情を言おうと考えていた。そして部屋を出てインターフォンを鳴らす。何度押しても住民は出ない。僕は気づいた。部屋は鍵が開いていた。僕は部屋の中に入った。すると中はあまりにも異様な光景が広がっていた。お経のようなものが複数の時代錯誤であるラジオカセットから流されている。どうやら何度もループするようにスイッチが入っているらしい。フローリングの部屋には大量のゴミが落ちていた。白骨化したネズミの遺体も転がっている。天井からは首をハサミで切り取られた折り鶴が吊り下がっている。バスタブの部屋も開いていて、バスタブいっぱいに線香が敷き詰められ溢れ出していた。そして何よりも異様なのは、祭りの神輿のような祭壇があって、大量の写真が貼り付けられている。写真にはいくつもの待ち針や包丁が突き刺さっている。トイレも開いていて、何やら異臭のする泥がこびりついていた。天井からは変なロープが吊り下がっている。何か黒い物体を見つけたけど、それが何なのかはわからなかった。僕は部屋の中に入って、念仏を鳴らすラジカセを一つ一つ切っていく。何かを踏んだけど、それが何かわからなかった。ただ、ものすごく柔らかかった。僕は、半ば愕然とした気持ちのまま、部屋の扉を閉めた。そして自分の部屋に入って、しばらくの間天井を眺めていた。それから、一週間くらいはこのアパートに住んでいただろうか。結局のところ、引っ越しの資金を考えると、我慢して住むことを決めたのだ。あれから謎の地震はないし、家の中では異常らしき異常もない。ただ、左隣の住民の気配がなくなった。それから二週間後、警察が複数名現れて、僕の部屋の両隣の部屋を調べていた。どうやら、両隣の住民ともとも死亡していたらしい。特に、右の部屋にいた人物は、死後に遺体が鎖に腐って、トイレの中で液状化して、泥のようになっていたとのことだった。虫が集まった白骨死体も見つかったらしい。僕は二週間前のあの日、死体を見ていたのだ。あのトイレの黒い物体は、虫が集まった死体だったに違いない。左隣の部屋もひどかった。大量の生首がクーラーボックスに詰められていたそうだ。
腕や脳だけが詰まったクーラーボックスもあったそうだ。警察によると、一冊のノートが見つかって、その中には、生き返りの儀式と書かれていたそうだ。字が間違っているのかな？警察官はそうつぶやいていた。生き返りの儀式ではなくて、生き返りの儀式、漢字で言うと、どこかに行くという行くと、普通にどこかに帰ってくるという帰りの字。現世と冥界を行って帰ってくる、そんな儀式だったんだろうか。いずれにせよ、何もわからなかった。ただわかったことは、僕の左隣には、初老の男はいなくて、30代半ばの女性が住んでいたとのことだった。その女性も遺体で見つかったらしい。警察官が僕に教えてくれたんだけど、左の部屋から人間の脳に干渉する装置みたいなものが見つかったらしくて、何か全身が震え出したり、地震に遭遇したようなそんな感覚に陥らなかったかと尋ねてきた。僕は首を縦に振った。二ヶ月後、事件は完全に迷宮入りした。心理的瑕疵物件には、宗教団体が隣接している物件も含んでいるらしい。なら、何かの異常な団体が隣接していたのではないか。でも、不動産会社は口をつぐんでいた。僕は貯金とバイト代に悩みながら、早くこのアパートから脱出することばかりを考えていた。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ルルナルでございます。いわくつき物件特集パート2をお届けさせていただきました。今回のお話もすべて新しく読んでおります。これまでに読んだ話はおそらくないと思いますが、もしございましたらまた聞き比べていただけると幸いでございます。皆様からのご感想お待ちしております。そしてこの機会にですね、もしまだな方はチャンネル登録をいただけますと今後の励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。では皆様、次の動画でまたお会いいたしましょう。 See you でございます。